ホラアサノスケは、日本のヤクザ、政治家、和歌山県生まれ。ホラの伝記である、キャンゲロクによると、和歌山県の生まれとされる。大阪切手の大家分、鶴田丹造に見込まれ名前用紙の縁を結んだ。山口県下関市においてカゴトラ組、新宮座を経営。カゴトラ組は、実態はヤクザであるが、表向きは、一般の建築土木業や、 芸能工業を扱う会社組織であった。公職として、下関市会議員、市会副議長等に就いた。花野町魚問屋組合、下関中央鮮魚仲買組合、下関鮮魚運搬船組合によって、昭和6年に設立された昭和冷凍の初代社長を務め、実務は取締役支配人、藤本万次郎に委託した。 衆議院議員となったきっかけは、日の足兵の花と竜で描かれた、磯吉親分で著名な若松の吉田磯吉の存在である。北九州から筑豊一円の支持を集め、山口県にも影響力を伸ばしつつあった吉田磯吉は、県政会に所属したため、県政会に対抗する立憲政友会は、危機感を深め、現参議院議員、林義正の高祖父で、 元衆議院議員、林義郎の祖父にあたる、貴族院議員、林平志郎が講演を行い、声優会推薦で出馬し当選した。その際、当時の声優会総裁で、総理大臣の田中義和や山口県、選出大議士の久原久之助が下関を訪れ、3個の礼をもって、声優会に迎えるという儀式が取り行われた。ホラー浅野助と、 吉田祖吉の現役期間は治安の安定は顕著で、両名はその後の明治以降の強格のモデルとなり、また企業を経営する近代ヤクザの講師と目されるとの説も存在する。他に二男二女あり。ありがとうございます。